ボディメーカー。どうも、ボディメーカーの長渕翔です。本日はですね、改めてケイズジム児玉大輝選手のジムにお邪魔してまして、本日はですねちょっとベンチしてると、若干僕も痛みが出てきたので、そういう時に、どういったことをすればいいかっていうのを、児玉大輝選手の方に聞きたいと思います。お願いします。児玉さん、本日はすいません、よろしくお願いします。前からちょっと児玉さんには連絡させてもらってるんですけど、ベンチをちょっとしてて、この右肩を痛めてしまって、ちょっと疑問なのが、この痛めた時っていうのは もちろん練習はしてるんですけど、これって休んだ方がいいんですか？まずめちゃくちゃ痛いわ、どうしようもない痛さ、例えばほんまに肘が巻き折れたとか、休むべきだし、でも少々の痛さはやらない、痛い時にしか痛くないフォームは身につけれない、要するに自然な動きは身につけれないので、それをまずやらない。どうも話聞いてたら痛めたところは僕と一緒、僕が 100% 断裂入ったと一緒なんで、切れる前に措置をしたいと思います。切れててもできるんだ。切れたら説得力が高すぎて何も言いかねてない。切れたらね、数年痛いんだよ。そんなに数年痛いです、マジで。その前にちょっとフォームを直していく、今日はやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段やってるようにちょっと2発ぐらいこのルールやってみて。では今日いてください。これで重くなってきたら痛くなるってやつ。なんかではちょっと痛いです。もうすでに痛いみたいな、やり出してきたら僕は痛みがマシになる、それはね、ぬくもってきたらね、だんだんね、動くようになるんで、人間の体がぬくもってる、そのウォーミングアップっていうね、ことでみんなやるんですけど、それやと何の根本的な解決にもなんないんですよ。なるほど、そうなんです。だって体ぬくもって、要するに体が動くようになり、痛くないだけなんで、根本的にそこが印象出ないように動くようになっていかなきゃ、痛くなくなってるだけでダメージとしては溜まってってバッチシ残っていく、なるほど。これが長年続いてプチッといくんだ。なるほど、だから結局摩耗していってるんですよ、それをごまかしながらやってるだけなんで、そういうことをまず変えていきたいと思います。よろしく。上げてください。この時に、もうね、この腕が、こっち向いてるんですよ。もうちょっとこっち向けとかなんですね。で、そのまま下ろしていくんですよ。ほんで上げる。この向きを変えんように上げる。そう。もう一回。そう。OK。さっきより痛みは欲しいですね、確かに。そうだから炎症で出てたらやっぱり痛いのは、痛いんですけど、それがだんだん肩にはまっていたら、そもそも炎症なくなっていくんで。あ、そうなんですか。じゃあ同じフォームでしてるからもうずっと やってる。そうだから、よくある怪我のパターン。そうなんです。痛くなる、休む、なる、同じぐらいの重量まで行く、同じところ痛くなる、また休みの繰り返しなんですよ。全員がそのパターンなんで。全然ちゃいました、本当に。全然なくない。ちゃいました、本当に。要するにそっち向きで行くと、その、いわゆる鍵盤、引っかかってこないんですよね。変に引っ張られなくなる。要するに、手のスムーズな曲げ伸ばし、絶対これ痛くなるんですよ。これじゃない。こういう動作が一番自然に動くから、よりこれに近づけてベンチプレスをする。もうシャフト持ってない気持ちで。普通に曲げ伸ばしたら、別にどこも引っかからんわけじゃない。そうですね、痛くないです。俺、骨変形して引っかかるんですけど、特殊すぎて。そうなる前に、綺麗に引けるようにやっていけばいいです。だから、それでできるところで、ある程度数をやって。今は重量を持つ時期じゃないですか。重量を持たずに、痛さを出さずに、重量を足していきながらやっていけば。数は多めにやるっていうのが今の練習のスタイルです。わかりました。OK。 全然楽でしょ。全然楽です。本当に楽です。じゃあやるんですか。右の方が上に入るから、上っていうのはその内線が入りやすい相手してるんで、特に右手意識してやっていけばいいですね。
はい、でこっち向きにこう行くじゃないですか、はい、でこれ手首残ったら絶対腕ってこっちになるじゃないですか。手首しっかりこの向きで、ここで手のひら全部密着させて、密着させてグッと押し付けるんですよ、シャットで、この角度キープしながらで腕はしっかりこっち向けて、でそのままでいいんですよ。そんなよなおそっちにその負担ない方に動きやすくなる。そう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 。先より全然いいです。動けるところが多いから。そうそうそう。そうそうそう。すごい。すごい。めっちゃスムーズになるから、分かるから。もうスッとするときに、まあ、ブリッジ組んで、そうそう。で、ここのときにしっかりこう、そうそうそう。どっちもしっかり。そう。はい。はい。そうそうそう。え、マジか。そうそう。うん。いやいやいや。5。OK。7。8。はい。9。オッケーオッケーです。あ、どうぞ。全然ちゃいます。それはよかったね。ほんであれですよね、心なしかシャウトが綺麗に上がってるっすね。あ、ほんまだな。かもしれない。いつももうちょいね、この中心ずれるんで。あ、確かに、はい、まあ、もうより固定できてるんですかね、自分の中で。なんかね、見ててね、はい、左右対称チックになってる。あ、嬉しいです。こんなに痛めて綺麗くなることもある。かなりどえらいぐらい左右非対称やな。はい、こういう効果もある、はい、これもね、はい、こっち向きにだいい位置にあるから、これ今胸ついてるじゃないですか、はい、これがこう入っていくと もうこの辺からちょっと痛いですから、これもうちょっといったら激痛です。もう当分引っ張るんで、はい、痛さ、ここがマックスで、これが限界だから胸は下ろせないです、はいはい、やっぱこう入ってきたらもう全然楽に降りるんで、開いて、そうそうそう、もうちょっとしたことなんですけど、これこう入ったらもうここで終わりっすわ、はい、これ以上いったらやばい雰囲気してるっす、はい、もう肩も肘もやばいっす、はい、そう、痛くない時に痛くない自然な動きを身につける、はい、そういう練習が一番必要、なかなかそういうとこっすよ、教えてくれる人っていないんですごく、あの知ってる人がそもそもいてないっすだってあの、はい、怪我乗り越えて復活したやつなんて少ないんで、あ、ベンチに、まあまあどの競技でどの競技も大体怪我して引退じゃないですか、そうですね、はい、怪我して帰ってきたやつっていうのはやっぱ何かしらそういうの知ってるっすよ、まあ、あの怪我することによって見えることもたくさんあるんで、はい、せんほうがいいよ、はい、今日はまあこの辺で、はい、まだよろしくお願いします、はい、じゃあ引き続き頑張ってください、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした。